10秒国際航空ホールのお越しのお客様にご案内をいたします。次の中部国際空港行きは15分に準急、20分にニュースタイがございます。終点中部国際空港へは20分発のニュースタイが先に到着いたします。なおニュースタイのご利用には手持ちの乗車券の他に特別車両券、ニューチェックが必要です。お待たせいたしました。到着の電車は90発普通東岡崎行きです。山道金山神宮前堀田行水木桜元笠寺元星崎丸の順に止まります。なのに前後では13分発急行豊橋行きが先の到着です。九州発普通東岡崎行きです。先の方に行ってみてください。ドアが閉まります。ご注意ください。13番から24番の前でお待ちください。
和歌山神宮前大江大牧場中学園大高川小和井横須賀寺本朝倉小見新舞子大野町小金目陸小金目に泊まります。大江電通鶴見行き大高川電通下半分行きに乗り換えができます。東京の電車は15分発琉球中部国際空港行きです。大変混雑いたします。関内通の中ほどへと進みに行ってください。15分発琉球中部国際空港行きです。ニュースカイ中部国際空港の行きです。